フィラテンのポスターエミール・フィラは、チェコ出身の画家、彫刻家。チェコキュビズムの代表的存在。1882年、鉄道公務員の息子として、チェコ東部の町、クロピニエに生まれた。翌年、家族で、ブルノに引っ越す。1903年より、プラハの造形芸術大学で学び、1904年には、主席を獲得。 ファラの画家としてのキャリアは1905年に始まる。この年、プラハで開かれたエドバルド・ムンクの展覧会に感銘を受け、同じく感銘を受けた他の若い7人の芸術家たちと芸術集団をスマを結成。ムンクの影響を受け、印象主義的だった作風は次第に表現主義的なものに移り変わっていった。彼の代表的作品、ドストエフスキーの読者は、 この時期に描かれたものである。フィラは、この時期に時折、昔の巨匠たちの作品を学ぶために、ヨーロッパ中を旅しており、特に、イタリアでは、ジョット・ディ・ボンドーネの作品に魅了された。また、1910年頃には、パリで、ジョルジュ・ブラックや、パブロ・ピカソの作品を知る。ブラックとピカソとは、チェコの芸術史や、ヴィンセンス・スクラマーを通して、個人的に知り合い、 彼らの作風であるキュビズムは次第にフィラの後の芸術作品における基本要素となっていった。1911年からは定期的にパリに滞在するようになりピカソやブラック、セザンヌの元を訪問した。ベネツィアではティントレット、エルグレコ、そしてバロック時代の画家たちの作品を分析、考察した。1913年3月27日。 哲学者であり、心理学者でもあった、フランティシェック・クレジュシーの娘、ハナ・クレイコーバと結婚。後には、チェコの彫刻家、オット・グッド・フロイントと信仰を結ぶ。1914年には、第一次世界大戦のために、オランダに亡命。その頃、フランスのゼニエ派たちが、キュビズムから次第に離れていっても、フィラはそれに忠実であった。それから、フィラは、 オランダの静止画から構図や題材を自分の作品に取り入れた。1916年に描かれた窓辺の金魚ではオランダの芸術集団でステールからの影響を知ることができる。第一次世界大戦が終わった1918年、フィラはプラハに戻り、そこで芸術家としての活動を再開。1921年にはキュビズム最後の作品、女と 絨毯を制作。1937年8月29日、反ファシズムの集会で演説。1939年9月1日に逮捕され、1945年までダッハウとブーヘンバルトの強制収容所に抑留された。1945年5月21日にブーヘンバルトからプラハに戻ると、プラハ芸術学校の教授に任命される。 1947年には、記念碑的作品ブーヘンバルトからの解放を描く。晩年は、風景画を描いて過ごした。1953年10月7日プラハで死去、ストレジバスの墓地に埋葬された。ありがとうございます。